大丈夫です。どういうスタイルですか。始まる瞬間。はい、どうもっていくタイプ。はい、あと15秒で始まります。いいですか。はい、僕たちマイクは入ってます。マイク入ってますよ。入ってます。じゃあ喋らない方がいいな。スタートは。もう好きなところで好きなタイミングで喋っていただいて。紹介までお楽しくしとこう。できるかな。ギラキチンズバン。リラクセンカチャンスズバーンラディオ。FM那覇をお聞きの皆様、こんにちは。5月4日木曜日午後1時を回りました。ここからはリラクシンキッチンがここ FM 那覇スタジオから生放送でお届けする音楽番組、その名もリラキチのズバーンラジオ。リラキチことリラクシンキッチンのボーカル、唐揚げ食べたいシュウコです。はい、リラクチリラクシンキッチンのギタリスト、別に唐揚げはどうでもいい、なんだとタケセクンドです。唐揚げ食べようよなんだよ、いきなり昼から脂っこいな。昨日から唐揚げ病だわけよ。そうなんだね。そうよ、唐揚げ唐揚げ言ってるよね。確かに唐揚げ唐揚げ言ってるよ。唐揚げ唐揚げ、まあ唐揚げ主婦はちょっと置いといてですね、はい、今日は5月4日ゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、いいお天気だね。はい、はい、ハリー日和となっておりますけれどもね。はい、マジに、はい、本当だね。今日はね、実は第10回目の放送なんです。マジで来てしまいましたね、10回目恐ろしい早速なんですけど、はい、今日はね、うん、ゲストも来てくれてるので、はい、早めにね、番組紹介とかババッとしちゃいたいと思いますので、しゅうこさんの方からどうぞお願いいたしますはい、沖縄で最もお酒が飲みたくなる音楽を奏でる夫婦ユニット、私たちリラキチことリラクシンキッチンの2人がなぜかお昼過ぎの時間帯にお届けする音楽番組。毎週テーマに沿ったメッセージ、リクエストにお答えしながら、ジャンルにとらわれない柔軟スタイルで楽しく音楽を紹介していく番組です。本日のテーマは、雲一つない青空に似合う音楽ってことでね、はい、今日にぴったりのテーマですけれども、そうですね、予想してました、はい、先週からこの天気を言うよね。いやでもこの時期でしょ、この天気になるの。そうだね、うん、5月入って、はい、頭ぐらいね、初夏の気持ちよい天気の昼間に合う音楽について掘り下げていきます。1時25分くらいから那覇周辺のおすすめスポットを紹介するおスポット那覇コーナー、1時35分くらいからリラキチのターケーセグンドが音楽のうんちくを語るという暑苦しいコーナー、セグンドチョイス、略してセグチョイ。1時50分くらいからいろいろ告知コーナーという流れで午後2時前までお付き合いいただきます。もちろんできる限りたくさんのリクエストにもお答えしていきますので、番組の方へどしどしリクエストメッセージ送ってくださいね。はい、メッセージリクエストは FM 那覇のホームページ、メッセージリクエストはこちらというところからね、ぜひよろしくお願いいたします、うん、はい、ツイキャス、ユーストリームでも配信しております。そちらの配信のコメントの方でも受け付けておりますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、お待ちしております、はい、ということでね、はい、メッセージ一件紹介してもよろしいですか。メール来てます。メール来てますよ、はい、よろしくお願いします。はい、普天間のターリンさん、はい、ありがとう、毎回ありがとうございます。そして今日はね、ターリンさんからお花も届いてます。すごい、10回記念ということでありがとうございます。本当にありがとうございます。めっちゃ応援してくれてるね、嬉しいよね、うん、さあメッセージちょっと読みますね。はい、リラキチのズバンレディオ放送10回記念おめでとうございます。ありがとうございます。お二人の宣言通り、10回目からは頭の回転もトークのキレも抜群に番組進行してくれるものと期待してます。やばいよ、プレッシャーが頑張ります。すごいプレッシャーなんですだからよね。それでは FM 那覇のますますのご発展とお二人の今後のご活躍ご健勝を記念申し上げ、祝辞とさせていただきまして、硬いよタワリンでも嬉しい、ありがとうございます。さて本日のテーマ、雲一つない青空に似合う音楽はもちろん何といってもリラキチの緑の海です。10回記念にぜひ聴かせてください。大きな空を抱きしめたということでね、書いてくれてます、はい、ありがとうございます。じゃあ早速リクエストの方ね、はい、行きましょうか。うんうん、はい、じゃあ紹介してもらっていいですか。はい、ではリラクシンキッチンで緑の海。「緑色した
今日好きやかまなに見守られ通う小道このままずっとそこにいて道に迷った時にはお届けしておりますのはリラクシンキッチンで緑の海。さあここで早速本日のゲストを紹介したいと思います。イエイ、本日のゲストはシンゴブレイクタイムさんとラモクリスのサラさんです。ようこそ。よろしくお願いします。じゃあそれぞれですね、自己紹介早速していただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあサラさんから、うん、はい、皆さんはじめまして、ラモクイズという、音楽ユニットをですねやっておりますボーカル担当のサラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい、爽やかだけどね。そして、宇治畑で育った DD といえばシンゴ。あ、浸透してないですねこれ本当にやるんだあの僕ライブ中でもこれ自己紹介で使ってるので、はい、ぜひ一緒に行っていただければ嬉しいです。シンゴ、ありがとうございます。嬉しいのブレイクタイムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、なんか今日いやいや来たかった来たかったもう嬉しいよ。10回目狙ってきたかった。また今日はねフレッシュなお二人に、はい、いろいろとね、はい、あのお話伺っていこうと余ってありますけれども、はい、うん、今日はね、うん、まずいきなりのっけからズバッと切り込んでいい感じですかね。もう、はいはい、全然いいですよ。はい、SNG4 周年企画ということで、はい、6月の24日にヒューマンステージで行われる SN 人祭、はい、これね、これについてちょっと深掘りしていきたいなと思っておりますけれども、なんとなんとシンゴブレイクタイムさんは、はい、新曲 CD の発売も決定しているということで。そうなんですよ、ね、あと台風とかでね遅延しなければ、うん、しなければそれだけが怖いなんでどうやって遅延する場合も台風とかであとね、イライラしてこう最近なってますからね、うん、あの配送の人たちがね、そうだね、うん、暑くなってくるしね、そうそう余計イライラするはず、あいつうざいからなとかで届かなかったらどうしようと思ってそれは結構ありえて怖い、怖い怖い怖いやばいよ今日新しい音源の方も持ってきてくれてるんだよね、はい、ぜひぜひ、うん、これあれですよね、はい、この今度のイベントの時に発売、うんうん、リリースをするっていうのを。そうですね、これ先取りしてかけちゃっても大丈夫ですか。あ、いいんですか。あのこの曲はですね、うん、レコ発前に一応、うん、スターティングっていうアルバムを発売させていただくんですけれども、はいはい、この曲は、うん、ね、インターネットでは先行配信スタートしまして。なるほど、もうしてるんですか。はい、この曲ってことは変えるってことですか。変えます。あ、じゃあその曲を、ね、その曲をかけてもいいですか。じゃあ、あ、もうぜひぜひ、うん、はい、じゃあちょっと曲紹介をしていただいて、その曲をまず一曲聴いていただいて、はい、その後、ね、いろいろと話をしていきたいと思いますので、はい、そんな流れでいきましょうか。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではではでは、曲紹介の方をお願いいたします。シンゴブレイクタイムですね、ミニアルバムの、タイトル曲にもなっております。スターティングです。お願いいたします。どんな困難もプラスに変えられたなら自分を好きになれるから、孤独で不安なこの夜を越えたなら
明日を守れる強さを持てるだろう。暗闇は去ってこの胸に強く誓ったよ。いつかいつの日か必ず全ては叶うから。自分届かないこの願い、あさり叶ったらいいな。毎日折れそうになるこの心よ、いっそポキッと折れちゃえよ。うだうだ悩んでいるうちに行く先わからず立ち止まり、こんな自分じゃダメなんだと明日が来るのが憂鬱で、そんな時あなたの走り出すきっかけをくれたんだよ。どんな困難もプラスに変えられたなら自分を好きになれるから。孤独で不安なこの夜を越えたなら。お届けしておりますのはシンゴスターティング。はい、じゃあ今日の感じに合うんじゃないこの曲。すごいいい曲だね。そうなんですよ。すっきり爽やかだね。ありがとうございます。これ僕が作詞をさせていただいて、うん、曲はですね、うん、メジャーデビューもされているカラフルパレットさん、うん、はいはい、と共作で作っていただきまして。そうなんですね。すごく爽やかに作っていただきまして、いやうわない感じもう赤の洋服入るぐらい爽やかにどんなよそれ、分かりづらいけど。さあじゃあね、はい、今日お二人がご一緒にいらした理由でもある、うん、今度のイベントについてお二人からちょっと説明していただこうかなと思うんです。そうですね、はい、じゃあサラちゃん、はい、緊張気味のサラちゃん、はい、そうですねサラちゃん一点病になってるからね。頑張って喋って一点ずっと見てるよ今回ですね、二人で、慎吾さんと二人で、ラジオお邪魔させていただきましたのは、はい、先ほどね紹介ありました、うん、SNG の、4周年企画ということで、SNG 祭というふうにね、はい、ライブハウスでなんとお祭りを開催させていただくことになりました。いいねー、楽しそう。はーい、SNG このイベント企画なんですけど、はい、私たちがちょうどラムクリスが関わり始めたのもちょうど4年ぐらい前、ね、そうですね、そうなんだね。そうなんですよ。この沖縄の県内でこう、うん、今からこう活動していきたいっていう若手のアーティストっていうんですかね、うん、でまだ活動の仕方がわからないですとか、あんまりこうステージに立った経験がない子たちを、うん、にこの経験をこう積ませるためのステージとして始まったのがこの SNG という企画なんですけど、うん、いい企画自分で言っちゃう誰が立ち上げたんだろうね。いい人だな、きっとこの人、いい人だね、きっとね。Google しようね、そんな SNG なんですけど、うん、まあ、いろいろね、はい、ありまして、今ではね、うん、昔はこの ストリートライブが中心だったんですけど、はい、それがだんだんこう進展していきまして、今はこのショッピングセンター、はい、イオンさんとかね、うん、でのこの、ライブでありましたりとか、うん、最近ですと、FC 琉球さんの、ね、そうですね、この試合と一緒にこうイベントを、ね、させていただいたりとかしまして、うん、はい、そういう風にね、ちょっと4年をかけてね、うん、こうちょっと成長してきたこの SNG のね、こう集大成が詰まっているこのイベントでございます、はい、立派に説明してくれたすごい、ありがとうございます。これが、うん、2017年の6月24日の土曜日ですね、はい、はい、宜野湾のヒューマンステージさんで6時スタート、チケット前売りが2000円、当日券3000円で、別途ワンドリンクオーダーお願いします、うん、ということになってます。なるほどね、はい、ご予約お問い合わせは SNG 公式ホームページまたは各出演者まで、あとヒューマンステージさんにお問い合わせしても大丈夫なんですかね。そうですね、あとはライブ会場とかでも、うんうん、各々がライブしてる時にも声かけていただければチケット持っていたりだとか、あと那覇だと、はい、ありがたいことに、はい、チケット取り扱っていただける知り合いのお店がありまして、そうなんですね、那覇市松尾2の5の30にあります、はい、オレンジフラッグっていう古着屋さんがあるんですけども、うん、そこに僕の CD とか、はい、SNG のステッカーとかも置いていただいてるので、チケットもお願いできないですかって言ったら OK していただきまして、うん、
良かったですね。じゃあそちらでも買えるということですね。そうですね、はい、なるほど。ちなみにあの公式ホームページっていうのは、はい、どうやったら出てくるんですか？SNG スペース沖縄でやると、うん、はい、まず1個目に、建築事務所が出てきますので、その次にその次のやつをそうなんだ、建築事務所が出てくるんだ。そうそこにちょっとまだまだまだ勝てないんだ、まだ、さすが一級建築事務所、ね、一級だからね悔しいね。じゃあじゃあその、SNG ハイフンスペース沖縄で、スペースか、スペース開けて沖縄でいいんだね、はい、うん、なるほどなるほど、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあそちらの方をね、ぜひぜひチェックしていただきたいと思うんですけども、はい、建築事務所はクリックしないズバリこちらの 見どころなんかあったらね、教えてもらってもいいですか？そうだよね、今度の、まず見どころたくさんあるんですけれども、うん、やっぱり僕個人としては、はい、レコ発、うん、先行発売も兼ねてますので、はい、レコ発、そして僕がサポートしている急なミッキーちゃん、はい、もう人生初のオリジナルソング発売しますので、うん、人生初なの？そうなんですよ、すごい。なので初本気だね。レコーディングの時もドキドキしててそうかそうかそうなんですよ。で声出してみてって言ったら、うん、はいって言ったまま止まるとかそういうことじゃないんだよって俺なかなか緊張してる感じで、ういういしい音源だね、かわいいね。その子のやっぱりレコ発がありますし、うん、あとは、僕らのイベントでよく賑やかしていただいている、うん、ラガマフィンっていうのが、はい、また全くジャンル違うアニソンが出ますので、アニソンバンドですね。そうアニソンバンドになりますので、うん、あそうなんですね。でスペシャルゲストにアリア、ロックバイオリニスト、なのでバラエティー飛んだ音楽性本当ですね、すごい。であとはお祭りっていうこともありますので、はい、本当にね、金魚すくいだったりだとか、うん、金魚すくいね、チケット買っていただいた女の子にはですね、うん、浴衣で来てくれと言ってるので、はい、それ逆じゃないの、浴衣できたらチケットいらないよじゃなくて、もう浴衣で来てくれとぜひ来ても浴衣で、そのコンテストがあるからと。あ、なるほど、あなたたちが輝く舞台が あるかもしれないと。みんなにもそういった場所を提供する、さすが SN 人材ですね。誰がやってんだろう、誰がやってんだろう知りたいものだねということで、じゃあそうですね、うんうんうん、あとは取り立てたりだとか、はい、読谷の夜明かりにつけ使ったランタン、はい、お借りさせていただきましたので、本当にお祭りみたいに、めっちゃ楽しそう、みんなでお祝いしようぜっていう。でヒューマンステージたまたま横に焼き鳥屋もありますんで、あるねあるね本当にお祭りだね、お祭りじゃんっていう、お祭りっぽいですね、うん、確かにね、屋台っぽいもんね、焼き鳥屋さんもね。すごい、ぜひ皆様ね、お誘い合わせの上、皆様でいらっしゃってください。6月24日土曜日、ヒューマンステージです。 SN 人材ということでね、じゃあちょっとここでお二人のことを聞いてみようかと思うんですけど、うん、タケの目が怖いじゃあ、うん、今日のシンゴブレイクタイムさんとラモクリスのサラさんのお二人のそれぞれの音楽性や活動状況なんかについてお聞かせ願えたらと思いますけれども、はい、うん、どっちから喋ろうか。じゃあ私が、うん、はい、ラモクリスって音楽ユニットをやっているんですけど、はい、私たちも男女ユニットで、うん、男性の方がギターを弾いて私が歌を歌っ て, うちと同じじゃん。そうなんです、ギガキチと一緒ね、そんな感じで。いやでもね、まだまだですけど、とんでもない、はい、活動させてもらってます。で、うん、このラモクリスとしては今は2年目に入りましたね、はい、あ、活動、失礼しました、2年終わって3年目かな、3年目、はい、3年目に入りまして、で、最近はですね、もともとこのオリジナルの楽曲とかもやってたんですけど、はい、最近はこう沖縄の音楽ですとか、うん、そういうちょっとライブもこう取り入れていきながら、結構いろいろいろんなことに挑戦してみようと思って。はい、そうなんですね、3年目にして、沖縄の音楽なんかも取り入れていろんなことにチャレンジしてるって感じよね。いいですね、若いよね、本当にね、ウィーウィーしよね、ウィーウィーかわいい、出てきたな、どんどん出してこい、出してこい私今22なんです。 22? はい、相方も22で、うん、同い年の2人でね。そうなんだ、はい、どこで出会ったお二人なんですか？どこで、高校生の時に、うん、音楽が好きでライブハウスとかによく通ってたんですけど。そうなんだ。そう、それでそのライブハウスでこの共通の友達とかがいたりして、はい、結構、よく遊ぶメンバーっていう
か。なるほどなるほど。その中からあの、はい、当時はあのコピーバンドとか、ね、高校生の時のね、あのそういうのがちょっと流行ってて、それで私、椎名林檎が大好きだったんで、ね、あそうなんだね。それで椎名林檎のバンド組もうよって言って組んだのが最初で。いいね、なるほど、はい、そこから現在のラモクリスさんにつながっているわけなんですね。はい、そうですね。うわもういいねサラちゃんかわいい。じゃあシンゴブレイクタイムさんはちょっと略そうか。あら嘘飛ばされちゃう。嘘ですすいません。なんかねシンゴさんとは結構なんだかんだでちょくちょく会ってたりするんですよね。そうですね。そうでなんか今日の髪型かわいいじゃんとかそんな普通の会話をしてることが多いので、ここで改めてその活動状況と音楽性のことについてお話ししていただけたら。 ありがとうございます。あの僕はですねどっちかっていうと、はいはい、みんなが楽しんで欲しいなと思いまして、なのでイベントを企画するのも、はい、まあ誰かが笑顔にすることにもなりますし、初めて、ステージに立つ子がこの間いたんですけども、はい、その子もすごく楽しかったですって言ってくれるし、でミキちゃんですね、急なミキも初めて CD を作るっていうことで笑顔になってますし、なのでその中で、まあ、音楽を通してそういうのができたらなということで、僕もあとは歌を歌っている中で下手ですけれどもいいなって言ってくれる方がいたらですね、やっぱりそういう方たちのためになればいいかなと思って音楽をさせていただいております、うん、すごい世のため人のために音楽をしているって。そのうちここ桜吹雪が出てくるかもしれないですね。そっち行っちゃうんだね。そっちなんだ。大岡さばきみたいになるわけですね。あんま見たくねえと思っちゃったんですけど。ステージ上で最後はみたいな。肩肌脱ぐ。かっこいいじゃん。かっこいいかっこいい。10年後ぐらいか期待しておりますけれども、はい、そうなんですね、うん、みんなを笑顔にするってすごいいいこと、うん、私たちもそれが結構テーマですね。やっぱりみんなで楽しめたら一番ですね。そうですよね、うんうんうん、いや素晴らしい。この SNG っていう企画も元からずっとすごいなと思ってあの注目してたんですけれども、ありがとうございます、はい、でも誰がやってるんだろう、ね、誰がやってんの気になるな。ググろググってください。はい、っていう感じで、じゃあ、はい、今後の展開や抱負についてなんかも伺って大丈夫ですか。はい、じゃあサラちゃんから、はい、今後、うん、あのちょうど1年後ぐらいにちょっとユニットであの、うん、海外の方にちょっとあの、うん、まあ、勉強も兼ねて、はい、半分遊びながら行こうかなと思って。どちらに計画して、カナダの方に。あ、いいね、はい、行ってきます。そうなんだ。どれぐらい、1年間1年間ですね、ちょうどあのワーキングホリデーのちょっとビザをね、うんうん、使いまして、まあ、ちょっと語学の勉強も最初はしながら、あとはちょっとねこう音楽でいろんなところにねあの行きながらこの交流できたらいいなと思って。そうですよね、うん、カナダだったらアメリカの文化も。そうなんですよね、ヨーロッパの文化も入ってますもんね、うんうん、両方あるんですね。フランス語圏と英語圏と両方あって、うんうん、そうそう、それで、まあ、いろんなタイプの人たちもねあのいるでしょうし、うん、でもこの1年間のねこの海外での、いろんなものを吸収してまたね、うんうん、あの一回帰ってきた時に、はい、ね、できる音楽とかもねあるかなと思って。そうですよね、その辺をねあの考えております。絶対身になって帰ってこれますよね、うん、羨ましい。1年もカナダ行ってきていい、私も。どうぞ。自由ですよ。自由、もちろん自由です。帰ってきたらラモインティライミってやってやめる。インティライミ。いいのかそれ。いろいろ、そうそうそれいいのか。前の方大丈夫かな。まあまあまあ。じゃあ、インティライミさんに、ね、うん、なるっていうことで。お、シンゴさんはこの後はどんな感じで活動されて。まあ、どん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 いろんな場所で自分でできたらいいなと思って、うん、なので FC琉球さんのとかも場外ステージ担当させていただいたりだとか。そうですよね。なので、まあ、今後 SN 人材がみんなの目標になるイベントになればいいなと思って、うん、あ、なるほど、うん、そうか、沖縄の登竜門というかあそこを目指したいよねっていうところとかになればいいなと思って活動していきたいなと思っております。そうですね、そういうの絶対必要ですよね、うん、今沖縄でね、うん、ないですから ね、 いいね、うん、目標やっぱ作りたいなと思って。そうですよね、私たちもじゃあ SN 人材来年目標にして頑張ります。いや、ゲストで来てくださいよ。みんながビビって出なくなるから。とんでもないとんでもない、こっそりと。じゃ あ、 あの焼き鳥屋の横でやらせてもらって。外じゃん。はい、そんな感じでですね、はい、次あの1曲曲を流そうかと思うんですけど、どうですか。はい、何を流すんでしょうか。
ここでもまたあのシンゴブレイクタイムさんの新しいアルバムから1曲いいですか、はい、ありがとうございます。今日のあの青い空に似合いそうな曲になっております。そうだね、今日のテーマにもぴったりという、うん、シンゴブレイクタイムでひまわりです。お願いします。僕の成長の証、家族で小さな僕は少しでも大きくなろうと吊るしては怒られて、涙しながら机の下で小さくなるのでした。毎日傷を作って誇らしげに見せながら自慢話する僕を優しく抱きしめて、おかえりって笑った。ほらひまわりのような笑顔でいつも迎えてくれたこと、何より幸せだったよね。すぐ調子に乗って怒られたけど、いたずらな僕だから、たったひだまりのような優しさでいつも包んでくれたけど、誰より困らせたよね。わがままをほんと聞いてくれてよね。眉間にしわ寄せてただろうけど、柱に刻まれた印、僕の成長の証。お届けしておりますのはシンガーブレイクタイムでひまわり。ありがとうございます。爽やか、これもいい曲、これも爽やかだね、うん、もう人間性が溢れてますね。爽やかな本当だよね、うん、どうして普段と全然違うんだろう。いやもう常に爽やかですよね。もうサラちゃんはずっと分かってるでしょ。怖い怖い怖いですね、先輩圧が本当ですね、ぐいぐい感じてきますね。恐ろしい、マウントしてきやがる。はい、ということでね、はい、今日のテーマなんですけれども、うん、雲一つない青空に合う音楽っていうことで、うん、じゃあ今慎吾さんのひまわりっていう曲ね、うん、めっちゃこれ雲一つの青空に合う音楽ということで紹介させていただいたんですけども、サラちゃん的には何かあったりしますか。雲一つない青空に合う音楽ということで、はい、ちょっとあの歌詞がこう入っているような曲ではないんですけど、はいはい、あの音的に歌も入っているというか、あのっていうような感じ方であの感じてもらえたらいいかなと思います。あのアディエマスさんというね、うん、あの日本ではないんですけど、どこだったかな、海外で、うん、あの活動してるグループなんですけど、はい、あのとっても世界観がある、この情景がね、うん、自然の情景がファーッとこう浮かんできそうな、はい、そういうちょっとあのとっても私が大好きな一曲がありますので、うん、そちらご紹介したいなと。はい、お、いいですね、アディエマス、はい、ではじゃあかけましょうか、はい、アディエマスさんでサラバンド。配信の方だけマイク残してます。はい、適当に雑談をお願いします。サラちゃんはこういう曲を聴くんだね。大好きで。大好きなんだ。超大好きで、うん、これあの熊に会えるのかな、これで会えるかもしれない。彼女がちょっと謎の子なので。あ、妄想大好きなんです。うん、あ、でもそういう感じかも。なんて言うんだろう、まあ、熊の話は長くなるんですけど。あ、今日は割愛ですか。そうですね。残念。いつかいつかいつか、うん、今度ゆっくり。そうそうそう、なんだろう、あ、この曲は私が
去年ぐらい半年ぐらい前に、うん、あの船で6時間ぐらい乗ってあの島に離島に行くことがあって、はい、でその時にこの船私船酔いしちゃうんですけど、うん、船の上に乗ってたら甲板に出てたら酔わないので、うん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 、それでちょっと音楽を聴きながら上に行こうってこう上甲板でこう、ねはい、やってたらその時にこう、まあ、たまたまランダムで流してた曲の中で うん、この曲が流れてもうなんだろうあ私今地球にいると思ってとても感動してあのなるほどそうそう船の上からだと本当になんていうんですかね360度水平線みたいな、うん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 、海と空しかないところでそとっても感動しちゃって甲板ではこうした一人で寂しいそれそうだよ一人タイタニックそうそうもう一人いないとなんだか分かんない感じになるよねまあ、そんな曲です一回戻りますほーい、はい、お届けしておりますのはアディエマスでサラバンドね、自然を感じるよねめっちゃ今壮大だよ、ねうん、配信の方ではいい話をね伺っておりましたけれどもやっぱりあれですよねなかなかその音楽ってすごくそのなんだ情景を呼び起こしたりとかあの思い出が蘇ったりとかするものじゃないですかそうですね、ねえ、うん、それをちょっとサラさんが船酔いの話を絡めつつねでも私今地球にいるって感じたっていうそのきっかけの曲だっていうことだったんですけども、うんうん、すごく素敵いいエピソードだねあそうなんですね、うん、よかったアディエマスなんかはね結構やっぱそういう世界観あるよね、うん、この現代オーケストラというか、うんうん、でこれ声が入ってるじゃない、はいあのはい、南アフリカの人なんだけど、うん、女性ボーカリストミリアム・ストックリーっていう人なんだけどさ、はあ、このボーカル、うん、この人のボーカルスキャットをメインにこうこのオーケストラを組み立てるのがこの人たちの特徴で、うん、このスキャットアディエマス語っていうらしいよこれ架空の言葉なんだって言語なんだってそういう世界観なんでやってるらしいへえめっちゃいいね、うん、これは確かね3枚目のアルバムに入ってるんだけどこの曲はアディエマスの、うんうんこれの3枚目のアルバムは、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団がバックで、うん、一緒にやってる、うん、すごいじゃないですか入れてるんですよ、うんはい、そうなんだっていう感じでございますはすごくあの癒される感じもあるし何だろう自然を感じるあ生きてるなって感じもすごくするしうそうですね、うん、それがすごいいいなと思ってうんです、ね、なるほどですねなんかこう、うん、あこういうこの感覚って世界共通なんじゃないかなと思って、うん、あ絶対そうだよ言葉がね違くても、うん、あの海外の人いろんな国の人も同じようにねきっと感じるんじゃないかなと思ってうん、そうですねそれがすごい好きだなモノノフもねみんな同じ気持ちで持ってますからモノノフなんで武士出てきたっけなんでモノノフ出てきたかモモクロファンはみんなの同じパーカーつけてるとね、はい、そういうこと同じ気持ちでね海外に行ってもみんな友達になりますからあ、そうかでもすごいよね確かにねそういうあれはね僕も大阪行った時に、うん、そのモモクロのパーカー着てる人たちに、うん、なぜか知らないけど、うんもうど名前も覚えてない人たちとすごく仲良くなって、うん、居酒屋で飲みましたもん初めましての人とそういうのがあるからでもいいですよ ね, そうですねなるほどじゃあ慎吾さんもね、はい、ぜひアディエマス語を覚えていただいて分かりました慎吾さんにオーケストラがついてくるっていう形でね、うん、今後やっていきましょう僕でも昔民族音楽やってたのであそうなの、はい、ケチャとかやってましたあ一人ケチャ、うん、15人ぐらいいたグループでよかった慎吾さんが多重録音してるの想像してたそれちょっと一人だとだいぶねだいぶ寂しいよシュールシュールだなえでも15人もいたら本格的じゃんそうですねプロデューサーがいたマジケチャじゃんプロデューサーがいたインドネシアとかのライブも行ってたので、そうすごい、はい、めちゃくちゃ難しいんじゃないの、うん、そうですねもう感覚で聞くしかなくてそうだよね引っ張られるっていうあの他のパートに、ね、引っ張られると思うそうわーすごいそれで今このリズム感が僕リズム感ゼロですなんでゼロって褒めようしてもダメだったリズム感ゼロです、びっくりするぐらいそうですか、うん、さあ今ねバックはね、はい、あのシューコの、うん、こう青空に合う曲、うん中古セレクトの曲をかけてるんですけどこれ全然リアルタイムじゃないんだけどさこのスカイハイって
そうジグソーっていう人たちのね、スカイハイっていう曲なんですけど、ただスカイが入ってるから選んだでもこの突き抜ける青空っぽい感じのスカイハイっていうのがいいですねっぽい感じはあるよね、うん、そうだね、ドライブしながら流れてるとすごくそうだね、これは1975年のヒット曲でですね、ビルボードナンバーワンヒットソングかな、そうですね、日本でもナンバーワンになったっていうことなんですけどね、うん、だから結構上私たちの世代、上の世代の人たち、先輩方は結構好きで聴いてた人いるんじゃないかな、なるほどね、うん、っていうような古い曲ですけれどもね、メッセージを紹介してもいいですか、どうぞなんでテンション下がってたんですか、どうぞメッセージ紹介しましょうスカイハイバックにお願いします、はい、じゃあスカイハイをバックに、普天間のターリンパート2ということでね、パート2ありがとうターリンさんありがとうございます、たびたびですみません、普天間のターリンです、先ほどリクエストした緑の実は沖縄チュラサウンズからダウンロードしてスマホでも聞いてますよってね、ありがとうCM してくれてありがとうございます、本当にありがとう、話は変わって日曜日の普天間音楽祭り最高でしたってありがとうございます、うん、おリラキチの出番の頃は満員で超盛り上がっていましたね、そうなんですよ、うん、そう盛り上がったんですよ、うん、なんで満員になったんだろう、あれ不思議だよね不思議だけど違うよ、あの一番お客さんがいそうな時間にしてって俺がお願いしたからだよ、でそうだ仕込みか作詞作詞作詞だね時間帯ってよ大事ですよね、うんうん、そうですよね、はい、ということでギターも歌にも気合が入っていましたが、シュウコさんの振り付けのキレが良かったです特に左足の後ろ蹴りなんでそれまた見たいです、入れるよね、蹴られたいです、入れる入れる、後ろ蹴りなんかしてる、うん、よく入れてるよあなた、後ろ蹴りなんかしてんの私自分で知らんけど、何の時蹴ってる、何の時、ちょっとあのノリのいい曲の時、多分ハイライフとかじゃない、後ろ蹴り、うん、後ろ蹴りって後ろに向かって蹴りをこう蹴り上げね、何なの後ろ蹴りってあ、そうそう、蹴り上げる感じ、うん、蹴り上げる感じ、そんなのやってるんだ、よくやってますね、自覚がないというのがないですねA タワリンメッセージありがとうございます、後ろ蹴り、はい、じゃあ次回あのぜひお見舞いさせていただこうと思いますけれどもはいっていう感じでね、うん、はい、ここまででちょっとあれですよ、なんだっけ今日のテーマはね、うん、雲一つない青空に似合う音楽ということでね、でお届けしてきましたけどね、うん、今ね最後に、うん、僕の、うん、ターケイセグンドおすすめの青空ソング、ジミークリフの I can see clearly now をかけております、うん、なるほどね、はい、そうか、ここでジミークリフが登場するわけですね、分かんない、どれにしようかなと思ったけどこれがいいなと思って、うん、この曲だなと思って、はい、なのでこの曲をちょっと聴きながらですね、うん、次のコーナーに進んでいきたいと思います、イエーイ、じゃ あのゲストのお二人はこのままご一緒にお楽しみください、はい、ありがとうございます、よろしくです、はい、配信のみマイクが生きてますので、はい、ちょっとこの曲の題名を言ってください、 I can see clearly nowI can see だよ、あ、can、 can とじゃないよ、はいはい、これはもう歌詞がもうバッチリだよね、 clearly now、うん、俺はっきり見えるぜ、そう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 、今はっきり見えるって、もうその自分の目の前を覆ってたこのなんていうのかな、雲とかもやとかが晴れて今すごいスッキリした気分なんだっていうのを歌ってる、なるほどね、そう、これキムタクのドラマでも使われてましたよね、あ、そうだっけ、エンジンっていうやつで、ですごくこの人も有名だったんだけど、うん、ちょっとうまくいかなくなって、はい、そんなモヤモヤしてる時にだん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 クリアになっていくっていうドラマだったので、あ、じゃあ歌の通りのその通りドラマ、それでイメージがあって使ったんだろうね、うん、なるほどね、うんうん、これ原曲はこの人じゃないんだよ、でも、あ、そうなの、これ90年ぐらいのヒットだけど、うん、原曲はジョニー・ナッシュっていう人で、はい、それも一応全米ナンバーワン取ってるんだけど、へー、こっちの方が青空っぽいアレンジが、あ、やっぱりジミーさんという感じでございます、いや、しかし今日いい天気になったね、うん、よかった、昨日からナハハリ始まってますけどね、うんうんうん、雨降ってたもんね、雨でした昨日は、ね、よかった、布団洗濯してて私もしてきたでは次のコーナーいきますよ、はい、Listen to
ギラキチンズバンデリオンセグンドチョイス、イエーイ。おお、これは、はい、今日のセグンドチョイスなんですけど、すごい今エコーがかかってますね、ごめんなさい。はい、今日のセグンドチョイスはですね、リンダルイスをお届けしたいと思います。イエーイ、いいね。はい、リンダルイス知ってる？2人。僕わかんないです。知らない。あ、じゃあ今日あの、うん、リンダルイス覚えて帰ってください。はい、はい、じゃあ早速、じゃあ、あの知らない方がね、うん、多そうなのでリンダルイス説明したいと思います。はい、1950年ロンドン生まれ。おじいさんがね、ジャマイカからの移民で、うん、ジャマイカからの移民の3世なんです。で、だけどロンドン生まれでイギリスの人ですね。はい、で10代でビートルズ出演のヘルプっていう映画があったんだけど、うん、これに早役で出演、なんかキャーとかって騒いでるだけの役なんだけどね、グルーピーの女の子の役。その後音楽活動を開始して、バンド経験を経た後に、セッションボーカリストとしていくつかのプロジェクトに関わる。で67年に、フェリスホイールという、グループの一員としてデビューするんだけれども、うん、70年に解散して、そのままセッションシンガーとして活動していきます。で1971年に、リプリーズというレベルからソロで、うん、ソロアーティストとしてデビューします。はい、でここで、リリースされた4枚アルバムがあるんだけど、Say No More Lark、うん、ファッソムディープ、うん、ハートストリングスっていう4枚のアルバムは全部、名盤として、結構有名になっております。で、常人のね、普通の人の、声域はだいたい歌の中で 1.5 オクターブもあれば十分だと言われてるんですけれども、うん、リンダ・ルイスは5オクターブの、声域の持ち主で、特に高い音はひばりのさえずりにも例えられるほどの美声だと言われております。それでラーク。そうそう、ラークはね、ひばりっていう意味なんだけどね。はい、はい、これはラークっていうのはすごい、名盤って言われてて、うんうん、でこれは結構あの日本で最初にラークっていうアルバムが出た時に、うん、中村東洋っていう人知ってる？中村豊っていうあの評論家、音楽評論家有名な、うん、人がこの、うん、リンダ・ルイスのラークすごいいいアルバムだって言ったんだけど、はい、日本に来なかったんだよ。来なかったっていうのは日本版が出なかったの、だから発売されなくて手に入れられなくて、うん、あら、まあ、それで、まあ、幻の名盤とされていたというか。そうなんですね。そう、みんなが聞きたがってたんだよね。はは、はい。でまあ、そういう感じだったんですけど、その70年代前半あたりがまあピークで、うん、はい、その後いろいろレベル移籍とかもするんですけど、はい、80年代ぐらいからは活動をもう休止して、うん、何やってるか分かんない感じになってたんですね。うん、でなんだけどその後1993年に、はい、突然ジャミロクワイのファーストアルバム、うん、ジャミロクワイね、うん、エマージェンシーオンプラネットアースにバックコーラスで参加すると、うん、誰だこれっていうか、リンダ・ルイスじゃんみたいな感じで、すごいあの、そう、当時のアシッドジャズのブームとかレアグルーブ、まあ、レアグルーブとか、うんうん、のブームが来た頃なんだけど、はいはい、その頃のこの流れに乗ってすごいこの日本でも多くの DJ とかに取り上げられて、はい、ロンドンやアメリカでも、サンプリングのネタに使われたりとかして、で一気に復活するんですよ。はい、でそれがきっかけになったんだと思うんだけど、まあ、95年に、うん、はい、ソロアルバムもまたリリースして、それがセカンドネイチャーっていうアルバムなんだけど、うん、はい、持ってた。はい、で今バックにかけてるのがこのセカンドネイチャー復活版の95年版に入ってるサイドウェイシャッフルっていう曲でございます。うんうん、当初は70年代のレコーディングだったんだよね。そうだね、もともとは70年代のそのさっき言った、リプリーズの時代の頃に、はいはい、レコーディングした曲だったんだけど、うん、それを、まあ、90年代にレコーディングし直してっていう形で、うん、出したものです、うん、ということなんですけど、はい、ビリンバウが。で、さっきあの名盤のラークっていうアルバム、1972年の、はい、アルバムなんだけど、それの話がちょっと出たんですけど、はい、そのラークに入ってる、うん、一番最初の曲1曲目、はい、スプリングソングっていう曲あるんですけど、はい、それが今日の、テーマにぴったりなので、うん、その曲をまずかけさせてください、はい、リンダ・ルイスでスプリングソング。かわいい声、うん、
はい、今、はい、オンエアの方はね、リンダ・ルイスで、スプリングソングをかけております、はい、1972年ラクというアルバムの1曲目に入っている曲です。このね、あのちょっと可愛らしい声が、結構でもなんか90年代以降のその J-POP もわーっとこう流星になっていくんだけど、それでも結構レアグルーヴとかそういうあの70年代の音源とかが好きだった人は、結構このリンダ・ルイス女性ボーカルでも結構影響を受けてる人いるよね、チャラとかも大好きなんだよね、リンダ・ルイス。チャラ好きそう、そんな雰囲気はある。 そう、ね、そっち系の人たちのにはカリスマ的な存在です。そうなんです。この時いくつぐらいなんですか？この時はね21歳とかじゃないかな。あ、若い、めっちゃ若い声。シンガーソングライターなんだよね、だギターも、このアコースティックって自分で弾いてるんじゃないかな。お、ギター弾きながら歌う。本人はジョニー・ミッチェルとかが大好きなの、この人は。あ、そうなんね、なるほどね。そっかそっか。ちょっとじゃあ戻ります。はい、はい、お届けしておりますのはリンダ・ルイススプリングソングでございます、1972年ラークというアルバムからの曲ですね、はい、このラークっていうアルバムすごいいいアルバムなんで、ぜひ、今はねもう CD でも普通に、手に入りますのでね、ぜひ手に入れてほしいんですけど、当時の日本ではね本当に手に入らなくて、みんなが血眼になって探したような音源だったんですけど、でまあ、あのさっきも言ったんですけど、このアルバムタイトルのラークはヒバリっていう意味で、このアルバムの最後にはヒバリの鳴き声もさえずりも収録されております。本物の、はい、はい、面白い。でこのアルバムはね、リンダの最初の夫ともなるジム・クリーガンっていう人と2人で、プロデュースしてまして、このジム・クリーガンっていう人はね、はい、ね、ちょっと待ってね、曲が終わったから次の曲いきます。はい、ん、あ、ごめんなさいね、みんな待ってましたね。今、天使様が通ったよ。ちゃんと思った曲がかかったのって、なんかちょっと思ったので、ごめんなさいね、で、今この、そのジム・クリーガンはギタリストなんだけど、ロッド・スチュワートとかのバンドで、後に活躍するギタリストなんだけど、このジム・クリーガンとその、リンダ・ルイスの2人の息がぴったりで、ぴったりとしてて生き生きとした音楽を生み出すことに成功しているっていうのがこのアルバムなんですね、で収録曲は全曲リンダ・ルイスのオリジナル曲で、バックの演奏はとてもシンプルなんだけどとても味わい深くて、ドラムなんかもさっきの曲もそうなんだけどあんまり使ってないんだけど、パーカッションをうまく使ってやっぱりそのカリブの血を弾いてるんだなっていうこの雰囲気が、それでああいうアレンジなんだ、とってもいいよねっていう感じでございます。なるほどですね。はい、今バックで流れている曲は何ていう曲ですか？今、バックで流れている曲は、このラークからラークっていうアルバムに入ってる、オールドスモーキーっていう曲です。オールドスモーキー、はい、これも結構人気がある曲で、このオールドスモーキーは、カニエ・ウエストがプロデュースして大ヒットした、コモンのゴーっていう曲、わかる？コモンのゴーっていう曲があるんだけど、聞いたらねわかると思うんだけどね、このコモンのゴーっていう曲に、サンプリングで使われてます、この曲。この曲のね、もうちょっと後だな、もうちょっと後の部分がループで使われるんだけど。あ、そうなんですか。なんかリフ的なものがあるんですか？ちょうどなんとギターソロに入る前の、なんか、ちょっとフックみたいな部分なんだけど、そこをループして使ってますね。カニエさんがね、そう感じでかけるカニエさんが、はい、ちょっとだけ聞いてみようかな、多分その部分ももうすぐかかると思うんで。あ、本当ですか。はい、今配信だけマイク残しました。はい、もう時間ないね。ピアノのとこ、そうそう、このまま終わろう。うん、もう終わろうね。おちょちょちょ、どこ？フックってここ？まだもうちょっとしたとこだね。あ、ここてんてんてんっていう、あれをずっとループしてる。はあ、あのエレピの音、てんてんてん、かっこいいね。はい、じゃあ締めます。はい、はい、ただいまお届けしておりますのはリンダ・ルイスのオールドスモーキー、
72年のラークというアルバムに入っております、うん、はい、ということでね、うん、今日ちょっとね時間がもうないので、はい、以上にしたいと思うんですけども、はい、今日お届けしましたのは、うん、リンダ・ルイス、うん、はい、で特にそのラークというアルバムに、絞って、はい、はい、お伝えいたしました。他にもねリンダ・ルイスとってもいい曲あるので、また機会があったら取り上げたいなと、うんうん、そうだね、これ第2回目もお願いしたいですね、はい、どうぞよろしくお願いします。以上セグンドチョイスでした。You are listening to 78.0 FM Naha. Stay tuned. Relaxing Kitchens Zuban Radio. はい、リラキチのズバンレディオ FM 那覇からお届けしておりますけれどもね、今日はゲストにシンゴブレイクタイムさんとラモクリスのサラさん、お二人に来ていただきました。ありがとうございました。楽しい時間をご一緒させていただけて光栄でした。こちらも楽しかったです。これね、あの今日はお二人本当に大事な大事なイベントの告知で来ていただいたのでね、うん、もう一度あの6月24日土曜日の NS 人祭について私の方からちょっとインフォメーションさせていただきたいと思います。はい、6月24日土曜日 SN 人祭18時イベントスタート。場所はヒューマンステージ宜野湾ですね。料金前売り2000円、当日3000円、ワンドリンク別途オーダーお願いしますということになっております。出演がシンゴブレイクタイム、キユナ、ミキ、ラガマフィン、アリアということでね。でこの日シンゴブレイクタイムさんはレコ発、うん、キユナミキさんも人生初のオリジナル CD 発売ということになっております。うん、金魚すくいなんかもありましてね、うん、とっても楽しめるイベントとなっておりますのでね、女性の方はぜひ浴衣着用でいらしてくださいということです。チケット購入方法は SNG 公式ホームページ、または出演者、各出演者までお問い合わせくださいということになっております、うん、はい、お願いいたします。はい、小学生は、うん、小学生以下はあの無料で入りますので、お、はい、なるほど、子連れも大歓迎ということです。お祭りだもん ね、 そ う、 ですね、そうだよ ね、 ね、子連れで来て、ぜひぜひ来てくださいって感じですね。チケットの半券であの、うん、1回だけゲームもタダになりますので、すごいゲームもできるんで、すごいですよね。どういう状態になってるのかな。ヒューマンステージのあそこがどうなるんだっていう、なんかちょっとそれも楽しみだね。そうですね、はじめあのこれを持ってた時はえって言われましたけども、いや言われるでしょうね。山田さんもポカーンだよ。山田さんってそうだよね。そうかそうか。でも本当にね、あのすごい楽しみなイベント、はい、6月の24日です。皆さん、はい、ぜひぜひお誘い合わせの上、皆さんにたくさんの方でね来ていただけたらと思いますよ。うん、うん、SN の人材、そして今月の何日だった、はい、はい、リラキチナイトの告知をして、リラキチナイトは第3木曜日ですので、はい、第3木曜日、18ですね。18か、うん、はいはい、第3木曜日はあの世界的には麻雀の日となっておりますけれども、ね、あ、そうなんだ。そうなんですよ、沖縄の那覇はねリラキチの日ということでね、うん、那覇市久米にございますトップノートさんで、リラキチナイト毎月開催しております。こちらの方もぜひね皆様でいらしていただけたらと思っております。はい、うん、最後にもう一曲かけようよ、シンゴさんの曲、うん、いいですか、うん、であればですね、うん、3番目の曲なんですけども、3番目の曲、はい、この涙という曲で、涙、いろんな、まあ、5年ぐらいやってきたので、はい、いろんな思いを込めた歌詞になっておりますので、うん、そうなんですね、シンブレクテムの涙を聴いていただければなと思います。はい、「無理にいい人演じて」「
心は迷ってずっとずっと。お届けしておりますのはシンガブレイクタイムで涙。ありがとうございます。あ、これもいい曲だね。本当ね、はい、全然本音とね、イメージが本音とそっくりなのはい、本日のゲストはシンゴブレイクタイムさん、ラムクリスのサラさんの2人に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 FG さんね、頑張ってくださいね、はい、楽しみにしております。はい、はい、さてここで来週のテーマは、うん、最初のテーマなんですけど、うん、雑踏の中を歩きながら聴く音楽。何雑踏って人混みだよオッケーオッケー、はい、雑踏の中を歩きながら聴く音楽っていうちょっとニッチな、ニッチで、はい、本当にニッチだけどテーマで来週お届けしたいと思っておりますのでね、どうぞあのメッセージリクエストの方は、うん、FM 那覇のホームページの方から、はいはい、メッセージリクエストこちらよっていうところがありますので、はい、ぜひあのそちらの方からですね送っていただければと思います。うん、また来週も聞いていただきたいんですけど、うん、はい、ゲストのお二人どうでした、はい、すごく楽しかったですはい、私最初ちょっとね人見知りしちゃったんですけど、うんでもいろいろお話できてよかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ね、SNG 祭、うん、楽しみですね。本当だね。6月の24土曜日ということで、ね、まだ来月なので、はい、今のうちから皆さん予定を立てておいていただければと思います。お願いします。ということで、今日はね、4人で楽しくお届けしました、うん、リラックスのズバーンレディオ、うん、記念すべき第10回放送でした。皆さん聞いていただいてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとう。君は自分自身も傷つけた、そのことを叱ってくれる仲間がいて、黙って包んでくれる仲間がいた。だから肩の力